避暑地とは、秘書のために訪れる土地。夏でも冷涼な気候であることが求められるため、標高の高い地域や、緯度の高い地域が選ばれることが多い。多くの人が秘書に訪れ、都市化しているところもあるが、数軒の別層が立ち並ぶのみの完成な避暑地も多い。海流の影響で真夏日がない釧路は、本格的な避暑地である。逆の意味として、避寒地があり。 欧州のリビエラやアメリカのマイアミなどがこれに当たる。名称自体は日本では一般的ではないものの、年始、年末に多くの日本人が訪れるハワイやサイパンなどもこれに当たる。日本では明治時代に外国人の商人、宣教師、教師が外国人秘書地を日本国内に作ったのが始まりで、東アジアの熱帯、亜熱帯地域からも、 日本の外国人秘書地に訪れるものが見られた。これらの秘書地は、1、2ヶ月の長期滞在型別荘地であることが多い。後に、日本人の富裕層にも広がり、現在では一般的に見られるようになっている。一般化してからは、別荘を所有することなく、短期の宿泊で秘書を行うものも増え、ホテル、旅館、コテージ、温泉などの宿泊施設がそれらの秘書客に、 対応している。特に夏季に国書が長期間となることが多い太平洋、ベルト地帯の大都市住民の需要が大きく、主だった商業的避暑地は三大都市圏の近辺に多い、中央高地の山梨県、長野県、岐阜県に著名な避暑地が見られる。近年の交通機関の発達により、海外の避暑地を訪れるものも珍しくなくなった。外国人より、山の軽井沢、 湖ののじり湖、海の鉱山と称され、これらは日本三大外国人避暑地とされる。本国から離れ、日本各地へ散らばって生活をしている外国人にとって外国人避暑地は通信、交通が現在より不便だった。時代、年一回集まって情報交換をする重要な地区であった。現在は通信手段も交通手段も格段に発達したため、 その面での重要性は薄れている。野尻湖の上山国際村、七ヶ浜町の鉱山国際村は、外国人所有の別荘が未だ多く残っており、毎日旧来の秘書客が訪れるなど、かつての趣きを残している。ただし、いずれも一帯が私有地の立ち入り禁止区域であり、一般には公開されていないため、世間からの認知度は年々低くなっている。 一方で軽井沢は当時から日本人に比較的オープンな土地柄であったために著名人の来訪も相まって一大リゾート地へと発展したそのために原点であるかつての外国人秘書客は去ったものの地域のブランド化に成功している高山級軽井沢上山日本産、大外国人秘書地インドをはじめ南アジアや東南アジアでは3から7月にかけて熱波に見舞われ 最高気温が摂氏40度を超える日は珍しくない。そのため、西欧列強による植民地時代以降に避暑地が設けられたところが多い。詳細は EN、リストオブヒルステーションズインインディアを参照主にヒマラヤ山陸と西ガーツ山脈、東ガーツ山脈に位置しているものが多い。インドネシアは活火山が多く存在するため、 その山毒やカルデラ内に避暑地が作られることが多い。ありがとうございます。